こんにちは。2012年札幌ビールイメージガールの源崎智恵です。まあ、より爽快な後味になりました、はい、なのでまあよりビールに近い味わい4万キロ4万キロ、はい、移動で移動するエビスビール誕生の日2月25日はエビスの日。札幌ビールではエビスビール1890年レトロラベルデザイン缶を2月15日から限定発売しています。の発売以来ドイツ正統の醸造法を固くなり守ってきたこだわりのビールです。札幌ビールではエビスの日をお客様の喜びを分かち合う機会としビール文化の創造に貢献します。2012年のエビスビールにどうぞご期待ください。